さあ中2日のゲームということで、まあ、メンバーもかなり変えてきました。いやこれは疲れますよ ねこの連戦は。カウントダウンが始まっています。笛が鳴って前半の45分スタートです。山口蛍が右へ行きます。一人だけの力ではないので、やっぱり連動しながら、ここは狙っていった、ボールを奪ってカラスボールを取った前川、決定的なシーンでした。ビッグチャンスでした。いや気を見て稲垣、増山、ここもやり合います。増山取った、ノーファール、強い、見応えありますね。おっとこのパスは稲垣へ、稲垣ミドルバール、稲垣さん見事、見事なミドルシュートを突き出しました稲垣、名古屋グランパス先生。先ほどは決定機を前川に阻まれましたが、今度はミドルで突き刺しました。これ山口も前に立ちにはいったんですけどね。いやこの辺の調子の良さは出てますよね、このシュートを見ても。先ほどはショートコーナーも使いましたが、宮に丸山走り込む、いやまた稲垣来た、ここはオプション使ってきました。稲垣のボレーシュート、まあそれだけ名古屋もしっかりと合計をケアしているということでしょう。ここで笛が鳴りました。前半の45分タイムアップです。左エンドが神戸、右エンドが名古屋です。1本目が滑ってしまった、サンペールのパスです。ゴーケが横に入れる、井上志音、井上志音のシュート、ラケラック、強烈な左足。両センターバック2人しかいなかったので、非常に背後を狙うっていうのは、早くブロックをしっかり低い位置でも、まあ、作って迎える形にはなってますよね。ドーグラス入れてきました、入っていったゴーケ、いやこれも井上選手がね引いてきたね、はい、裏のスペースですよね、サイドバックの裏のスペース、ドグラ選手ついて最後はボーク選手、まあ、釣り出されているのはね木本選手なんでね、うん、センターバック1枚少し外して坂井出した、これを取った相馬、相馬横パスシュート、こぼれていますが、いやナイスキーパー、決定的なシュートになりました。相馬から前田、古橋なのか初瀬なのか、初瀬だ、これは壁にも当たってません。米本絡む、柿谷戻る、サンペール、足をかけた、これはイエローカードで済みましたか。でもう一人名古屋は、ね、あの後ろ足がかかって、はい、で今度後ろから行ってるんで、まあ、サンペール2人、ね、そうですね、倒してしまったということですからね、まあ、これもまあボールには行ってないですか、ね、マテウス、いや前川の正面です。パンチ力はやはりね、ありますね、さすがです。さあもう時間はありません。ここで笛、0対1、名古屋開幕4連勝、鬼門の神戸も突破しました。